財団が支援しております東京大学海洋研究所の事業にて、世界で初めて水深7703メートルの海底にて生息していたこの深海魚の撮影に成功いたしましたので、世界で初めて水深7703メートルの海底にて生息していたこの深海魚の撮影に成功いたしましたので、日本財団が支援しております東京大学海洋研究所の事業